チョル、田口が動いてボールは受けずにここは赤穂、赤穂打っていきます、強気、今日秋田最初のフィールドゴール成功、そしてスリーポイント成功となりました。赤穂のスリーです。試合の規定数に達するということで一気にリバウンドトップに躍り出るというような数字です。さあ一方でザック合わせたチョル、今は西村も先ほどから入っています。田口のスリー落ちる、リバウンドはチョルです。いいですよこれ、セカンドチャンスになりますからね。来ました長谷川のスリーポイント。このマッチアップは田口、スクリーンを使って田口、ワンダ、ワンが外で持ってスリーを打つ、ワンダ決めた、スリーポイント、ワンウェイジャー。ここで長谷川、糸がファイト、後ろから飛ばして伸ばしていきましたが、ここは秋田決め切っています。ここで得点してますし、はい、流れ的にも秋田の方に傾いてますからね。藤永、さあ田口のスリーポイントだ、秋田にはこれがある、田口のスリーポイント、さあ中井のスリー、秋田はスリーポイントの確率、中井はベースラインを通って手前のコーナーまで来ました。合わせたカーター、体を当てる、タップしました、カウントです。今度は秋田がオフェンスリバウンドをよく取っています。はい、秋田オフェンスリバウンド非常にいいですね。長谷川パスフェイクから合わせて古川キャンパー、ようやく決まりました。90秒ほど、両チーム攻撃2回ずつというような時間になります。長谷川キックアウトからカーターのスリー、これが来ました、カータースリーポイント、セカンドチャンスは秋田、古川決まりました。今日ようやくのスリーポイント成功、古川です。はい、両者激しい攻撃ぶつかり合います。バウンドパス合わせた古川、こちら素晴らしいカット古川選手がありましたね。あのスクリーンプレーがあったんですが、はい、秋田前田ヘッドコーチであそこはヘルプいらないっていう話してましたね。なるほど、古川連続、秋田としては今いい流れ来てる場面で、ああいったミス、はい、そして得点っていうのは減らしたいですね。外、中山オープン、きた、中山スリーポイント今日2本目、もう一度ザック、秋田選手のオフェンスリバウンドいいですね。これサードチャンス、3回目の攻撃です。古川オープン、きた、古川3本目のスリーポイント、長谷川止まって黒田切り決まります。オグリ打っていく、決めた、こちらも若い力が躍動、さあオグリ打っていきます、スリーポイント2本目は来ない、田口だ、田口のスリー来た、今日2本目、ワン外、長谷川決めます。まだスリーポイント成功はゼロ、ちょっと今打った後も足引きずっているようにも見えましたけれども、大丈夫でしょうか。長谷川まだボールを中に入れられないという状態があった。ここでハイポストカーター、強引に行きました、決めました。少しバランスの面で難しいシュートでした。ザック合わせたー、カーター、こちら秋田素晴らしい連携がありましたね。はい、オグリ打っていく、スリーポイント来ました、今日2本目のスリーポイント。